関ヶ原の戦いの後、徳川家康は豊臣市最高クラスの家臣として豊臣市家中の行政を司りました。以前なら年上の前田敏家が家康を牽制することもあり得ましたし、石田三成が家康の真意を見抜いて妨害してくることもあったわけですが、この戦いの後は家康に対抗できる武将はいなくなっていました。 機動戦士ガンダムで言えば、ララーが死んでアムロに対抗できるニュータイプがいなくなったのと、同じような状態になったんですね。ガンダムでは、ア・バウアクーへ進撃しますが、家康の場合は大阪城を狙うことになったということになります。豊臣市内部の行政を自由に処理できる立場になった家康が何をしたのかというと、彼は豊臣市領地の解体を始めました。 関ヶ原の戦いで先行があったと認められる人物に対し、豊臣領地から恩賞としての土地を与えるというわけですね。200万石以上あった豊臣氏の領地は、60万石くらいまで削られてしまいました。合法的です。秀吉が小田氏の領地を解体したのと手法としては、同じですから、因果王法、親の報いが子に出たとすら思えるような展開ですね。 家康は将軍宣言を受けて、江戸で幕府を開きましたから、歴史的にも稀に見る二重武家政権状態が生まれたということができます。家康は将軍であるため、武士としての立場は豊臣氏に対して優越しており、豊臣氏は武士と公家の両方の性格を持っていたわけですが、武士としての豊臣氏には、徳川は命令する権利を持っています。 一方で、豊臣氏は御設家と同格ですから、極めて高級な公家でもあり、関白世襲ができる家柄ですから、家康が日本人だというだけで、豊臣氏は家康に対して命令する権利を持つという複雑な状態です。筆頭株主が支店長のような、ちょっとあんまり聞いたことのない状態になるわけですね。当時の人々も果たして、豊臣と徳川なら、どっちが格上なのか判断できないという感じだっただろうなと、 思います。家康は早々に将軍職を秀忠に譲り、自分は駿河城に入って、大御所という立場で政務を続けました。二代目将軍を誕生させたことの意味は、徳川政権は世襲するということを全国の武士に目に見える形で宣言したというふうに考えられています。で、この二代目秀忠,秀忠なのですが、非常にいい人なんですね。家康が、 豊臣を滅ぼそうと狙っていたのに対して、秀忠は、東は徳川、西は豊臣で全然 OK という穏やかな政権構想を抱いていました。秀忠の奥さんのお姉さんがヨド殿で、秀織のお母さんなわけですから、親愛の情を抱いていたのではないかなとすら見えます。しかも、秀忠の娘の千姫が豊臣秀織の奥さんになっていますから、秀織の立場からすると、豊臣氏は、 ガチの親戚なわけです。あ、すいません。秀忠だですね。秀忠の、秀でだの立場から見ればですね、豊臣氏はガチ親戚です。家康と秀忠は、今後の豊臣氏をどうするかについて、相当に意見が食い違っていたようなのですが、何しろ、家康は羊の皮をかぶって、実は大田抜きというのを何十年も続けてきた人でありますので、誠実なだけで育った秀忠では勝ち目はなかったのかもしれませんね。家康は少しずつ、 豊臣滅亡のための布石を打っていきました。家康は一度成人した後の秀頼に京都の二条城で会っています。秀頼は体格が非常に良く貫禄があったため、家康は秀頼を殺さなくてはならないと決心したのではないかなという人もいます。大変に頼りがいのある立派な人物に見えたということですね。この時は関ヶ原の戦いには参加していなかった。 加藤清正が、秀頼のサポート役で二条城に入っていました。当時、家康が豊臣氏を潰そうと狙っていることは、かなりの人に見抜かれていましたから、加藤清正も、石田三成のことが嫌いだという理由で関ヶ原の戦いの時に西軍に参加しなかったことを、後悔していたに違いないと思います。家康から送られたお饅頭を見て、清正が、私は甘いものが大好物なのです。 と言って、おまんじゅうを全部食べたという話があります。秀頼に毒が盛られているのかもしれないので、とっさの行動に出たということらしいのですが、それから3ヶ月後に清正は病死していますので、本当に遅行性の毒が入っていた可能性があるというような話になります。歌舞伎の題材にもなっていますので、あの、 今の日本人には虚実が入り混じった情報が伝わっていますから、何がどこまで本当なのかというのはよくわからないというところでもありますけれども、私はですね、清正に言いたいのは、君は対局を見失ったと。そのつけは格も大きいのである。うつけめというふうなことが言いたいですね。これは私は今、あの、加藤清正を批判しましたけれども、この批判は清正本人も同意するはずであります。清正ファンの方もご理解くださると思います。 大変に、あの、残念なポイントだと思いますね、ここは。加藤清正、福島正則、石田三成、前田利家のような、豊臣氏を心から守ろうとする人々が次々といなくなり、気づくと、ヨド殿と秀頼の母一人、息子一人状態になっており、心細い感じになっていったとは思いますけれども、豊臣氏は、秀吉の遺産がとてつもなく大きく、金銀財宝ザックザクであったために、 あんまり困ったことは起きなかったみたいなんですね。問題が起きたのは、宝光寺というお寺に、秀織が釣り金を寄付した時でした。宝光寺は京都のお寺でして、秀吉が建てさせたお寺なんですが、豊臣市の宇治寺みたいな感じになってい,ていました。そのお寺に寄付した釣り金にですね、秀織が寄付した釣り金に、国家暗行、君臣、放落の言葉が、 彫り込まれていることを徳川サイドが問題にしたのです。釣り金には無数の文字が彫られていて、そこから文字を拾い出し、国家安行が家康を呪い、君神崩落が、豊臣政権復活を祈るというこじつけは、よくもまあ、言いがかりにも程があると思いますけれど、儒学者の林羅山、林羅山がですね、これに気づいて家康に伝えてですね、家康は、こんなことで本当にいいのかなと思って、 ったっぽいいんですけど林羅山が行くべしししとと家康をを説得してゴーサイン出うこんな、このようなことしかですね、攻撃材料がない、批判材料がないということは、秀頼がいかに誠実かつ正直に生きていたかの証明のようなものだと私は思います。家康は苦労人で知られていますし、武田氏の威信に見せたような寛大な心を持ち合わせていたりもするのですが、 豊臣氏に対してだけは、ひたすらに苛烈でした。家康は大阪城を包囲し、大阪冬の陣が始まりましたけれども、淀殿と秀頼が大阪城を放棄して郡山城に移転することが講和条件でした。 ヨド殿は拒否して大阪城への牢城を続けます。大阪城は秀吉の作ったお城でありまして、ヨド殿にとっては私は日本一の男の、日本一愛されて、愛されている女なのよというような思い出の土地だった、思い出のお城なんだと思います。豊臣氏の値打ちが大阪城に住んでるからというところに豊臣氏の値打ちがあるとヨド殿思ったんでしょうね。だから大阪城を捨てられなかったんでしょうね。 この大阪城は、秀吉が作った、日本で一番攻めにくい城ですから、家康もやりようがなかったんですね。昼夜分かたず大砲での砲撃を続け、心理的な揺さぶりを狙いました。ひたすら砲声が続くため、豊臣方は眠れなかったそうです。大砲の音がうるさいのは誰にとっても同じですから、徳川軍でも眠れ,眠れなかったんじゃないかなと、私は思いますけれども、それについては誰かが指摘しているのを聞いたことはないですね。 広大な大阪城に対して、大砲の射程距離が足りませんから、天守閣には届きません。豊臣側としては、家康の出方を高みの見物していればよく、家康としては食料の確保、兵隊の士気の維持、長引く戦争による家康の権威のあ下落などの観点からですね、早く決着をつけたいとの焦りが生まれてき、 来るに決まっていますので、実は圧倒的に豊臣有利な状況で戦況は推移していたと考えるべきなんです。ところが、一発だけ本丸に砲弾が届いてしまい、精神的に参ってしまったヨド殿が講和を求めるということになりました。その時の徳川サイドの条件は、 大阪城の外堀を埋めるというもので、これはもう豊臣市の無力化を狙う気満々ですから、普通に考えれば断るべきなんです。これをやってしまったら、すぐに攻めてくると。もういうことは目に見えているわけですね。ですから絶対に断るべきだったのですが、ヨド殿はそれを受け入れてしまいました。おそらくとにかく、早く大砲が打ち込まれない生活が欲しかったんでしょうね。 与党殿と秀デの責任については追求しないとの条件も取り決められていましたから、それで安心してしまったんでしょうかね。やはりこの責任を問われないというところが、まあ、心理的には大きい要素にはなったと思います。そして早速大阪城の外堀を埋める作業が始まりました。勢いで徳川サイドは大阪城の内堀まで埋めようとして豊臣サイドと衝突します。 これによって講和が決裂してしまい、大阪夏の陣になります。講和条件を破ったのは徳川だろうがと、私は言いたいんですけれども、徳川としてはですね、あの、衝突が起きて、起きた、武力攻撃をされたということで、豊臣が講和条件を破ったというふうなことにしたいわけですね。 大阪では今でも徳川家康は極めて不人気でありますけれども、それはこのような言いがかりでですね、大阪人のシンボルである豊臣氏をいじめ殺したということがやはり大きいんだと思いますね。真田幸村と彼の親友の木村重成は、家康本人に突入し、家康の首を取ることで逆転勝利という作戦案を考えました。 おそらくは、信長の桶狭間の戦いのことが頭の中にあったはずです。大阪城の外堀が埋められてしまった以上、外に打って戦う、外に打って出て戦う以外にはなく、苦肉の策でもあったと思います。雪村は、秀頼出陣を要請しました。巨大な大阪城天守閣の前に、鎧姿の秀頼が姿を表すとですね、たくさんの良い,い効果があると考えられる、考えられるんですね。 味方の兵隊の士気がまあ上がりますよね。それから、実は、豊臣氏をいじめ殺そうとしていることへの罪悪感でいっぱいな徳川に味方している初代名をいるわけですよ。彼らの士気が下がります。徳川の本体、徳川軍の本体は、秀頼の首を狙ってですね、正面に殺到することになりますので、家康の後方にある家康の本陣は柄空きになる。というふうに、こう、いいことづくめなわけですね。 もちろん、秀頼出陣は実現しませんでした。よどどのは秀頼を一刻もですね、見えないところから自分の目の届かないところには行かせたくないというふうに思っていたようなんですね。そうなんだろうなとうはな、これは私の想像ですけれども。非常にここはまあ、かわいそうですね。追い詰められている親子、非常にかわいそうだと思います。形式だけの 総大将なわけですね、ひどりは。ですから、あの、後方に陣取るわけで、まあ、安全なところにいますから、というふうに、もしかしたら、あの、真田幸村説得したかもしれませんけれども、例えばですね、宮本武蔵は、あの、形式だけの敵の対象、幼少、幼い形式だけの幼児である敵の対象を殺したと、で、勝ったというようなことがありますので、まあ、万が一ってことはもちろん、あることはあります。 で、えー、ヨド殿は不安に感じたのかもしれませんが、あの、豊臣氏にとって非常に気の毒なのはもはや後がないんですね。ですから、効果がありそうなことは全てやらなくてはいけませんでした。そのように考えることができなかった。ヨド殿がそういうふうに思えなかったというのは、非常にやはり何度も言いますが気の毒です。ヨド殿は、ヨド殿のことの、ヨド殿のことはですね、結構悪く書かれる、描かれていることは多いと思いますけれども、 彼女は少女時代に実家の小谷城が信長に攻められて陥落しています。この時の攻撃の、えー、最前線の攻撃部隊の責任者は秀吉でした。で、大人になったらですね、今度は自分の突ぎ先の大阪城が秀吉に、あ、秀吉じゃないです。家康に攻められるんですから、本当に気の毒な人生を送ってますよね。で、有名な話なんですけれども、真田幸村と木村重成は、 別動隊を動かしてですね、家康本人を直接襲撃することに成功しました。が、家康が辛くも脱出に成功して、雪村の作戦は成功しませんでした。本当にギリギリだったと言われています。家康は自害することも覚悟した瞬間があったと言われています。ですから、秀頼出陣があってですね、それによって家康陣営が乱れていた場合、 家康が戦死していた可能性は高かったかもしれません。結局のところはそのようにはならず、大阪城に火が放たれるところまで行きます。大阪城が陥落しつつある中、秀忠の娘であり、家康の孫である千姫が、大阪城から移送されてきます。千姫は、秀織と淀殿の除名嘆願をしたんですが、圧倒的勝利を目前にしていた家康は、当然のごとくそれを拒否しています。 除名の嘆願が受け入れられなかったことを知った、ヨド殿と秀忠は、あ、すいません、ヨ殿と秀頼は、徳川軍に包囲される中、土蔵のようなところで自害いたしました。王の春長が秀頼を解釈し、すべてを見届けてから自害したそうです。この時、徳川軍は外で自害が終わるのをですね、待っていたことになりますけれども、まあ、自害が、自害する時間をですね、与えるのが、 当時の武士の情けということだったんでしょうね。これで戦いは終わりましたけれども、全く何も悪いことをしていないヨド殿と秀織親子を殺したのですから、この大阪城包囲戦争は日本の歴史上でも極めて後味の悪い戦争であったと私は思います。大阪城の陥落の後、京都に潜伏していた秀織の息子の国松が捕まり、 残首されています。国丸のお母さんが千姫ではありませんでしたから、家康としても躊躇する理由はなかったんでしょうね。当時8歳だった国松を殺すことは人道からは外れていますが、家康の利害にはかなうということだったようです。実はですね、この時に残首された国松は偽物であって、本物は生き延びたのではないかとの都市伝説は確かにルフしました。 何しろ誰も国松の顔を知りません。ですから別人が捕まって殺されたとしても誰にもわからないというわけですね。ただ、私は国松本人が斬首されたんだろうなと思います。というのも、国松が斬首されるとき、国松の世話をしていた田中六郎左衛門という人がいてですね、この人が自らの意志で一緒に斬首される運命を選んでいます。 徳川は、この田中さんをですね、殺す必要を感じておらず、逃げてもいいよと言ったらしいんですけれども、田中さんはいえ、私一緒に死にますというふうに言ったらしいんですね。もし国松が別人だったら、田中さんそのことをよく知っているわけですから、田中さん一緒に死んだりしませんよね。田中さんが死ぬのも目くらましだというふうに考えることも可能ですが、 ダミーの国松のために死ねるかということを個人のレベルで考えると、これは結構かなり難しいと思います。ですから、田中さんが進んで命を差し出したわけですから、あの時の国松はきっと本人だったんだと、私は思います。長い長い、殺し合いの時代が終わり、まあもっと長いですね。平和な徳川時代が始まりますけれども、徳川時代がいかに平和であったとはいえ、 その始まりは、核も血塗られていたということは、やはり記憶するべきであろうと思います。今回は、豊臣秀頼とそのお母さんのヨド殿のへのレクイエムです。合唱のお話でありました。では終わります。ありがとうございました。